ール博士のブラックアホホワイト。右京舞台のこの人生、表もあれば裏もある。この世の仕組みはイーンとイオン。第4レッツゴーブラックアホホワイト、だんだん派手になってきますアクションが。さて今回のブラックアホホワイトのナレーション、乃木坂46おいでシャンプーやらせていただきたいと思います。じゃあまずはホワイトからいきましょう。おいでシャンプー時々リンスのキャッチコピーで発売されました。この曲は AKB を卒業した指原莉乃とソロ同時発売ということで大変話題になりました。乃木坂46おいでシャンプーをお聴きください。さあ続いてブラックいきましょう。レッツゴー。新しく買ったシャンプーが疲れると言ってる人がいます。訳を聞いてみるとすすぐのに10分かかるというんです。シャンプーの注意書きを見たら十分すすいてくださいと書いてありました。わかるかな。のび太が46おいでシャンプー。言葉はなしでいっちゃう連チャン打ち。またねバイバイ。なんねえな。よし OK だよ。本当にそれ大丈夫ですか？